で目的なんですけども、まあそうですね、ということになります。で、文字を書いて終われるためにはどうしたらいいのかということが結局は中心になるわけですが、ここで紙がいっぱいになったので次の紙に変えようと思いますが、というのはまあ真ん中にあるんですけども、まずは方法としては、で文字を書いて